アンソニー・デビッドソンとセバスチャン・グエミがドライバーズタイトルを獲得。トヨタは TS040 ハイブリッドによってマニファクチャラーズタイトルを獲得した。2014年の FIA 世界耐久選手権は国際自動車連盟とフランス西部自動車クラブが共同で開催した FIA 世界耐久選手権の第3回大会である。シリーズは ACO 規定のルマンプロトタイプ及び GT のカテゴリでタイトルが争われる。世界選手権はドライバーズタイトル及び LMP1 のマニファクチャラーズタイトルが与えられ、他のカテゴリにはカップ及びトロフィーが与えられる。2014年は4月のイギリスシルバーストンで開幕し、11月のブラジルインテルラゴスまで全8戦で争われた。FIA 世界耐久選手権の暫定カレンダーは2013年9月30日に FIA 世界モータースポーツ競技会で発表された。全8戦すべてが2013年に引き続いて開催されることとなったが、そのうちのいくつかの開催については10月18日に下位1のレース日程と被らないようにスケジュールが変更された。12月4日に開催スケジュールのためのFIA 世界モータースポーツ競技会の会合が開かれた。富士での開催日程が2014年10月2から4日に行われる北米のユナイテッドスポーツカー選手権のロードアトランタでの最終戦プチルマンにぶつからないように予選費等も含めて2014年10月10から12日に開催されることになり、インテルラゴスの暫定的な開催日程も承認された。2014年1月31日に再び開催スケジュールを改定され、インテルラゴスの開催が F1 のレース日程とぶつからないように2014年8月31日から11月30日に変更された。第4戦のサーキット・オブ・ジ・アメリカズと第7戦のバーレーン・インターナショナルサーキットの2戦は夜間の時間帯に終了するナイトレースでの開催となった。2014年シーズンは、それまでの LMP1 クラスが LMP1 ハイブリッドと LMP1 ライトに分割された。LMP1L のライトの由来は、LMP1H クラスの車両最低車重が 871kg なのに、対して、LMP1L クラスの車両最低車重が 850kg と、軽量に設定されたことにちなむ。大きな違いは、LMP1-H クラスに認められているハイブリッドとエネルギー改正システムの搭載の有無である。また、エネルギー改正システムに関して、2012年と2013年のハイブリッドカーに認められてきた運動エネルギー改正だけでなく、排気熱を電気エネルギーに変換する熱エネルギー下記に、本シーズンのレギュレーションの大きな変更点となった。LMP1 クラスのレギュレーションについて述べる。ガソリンエンジン車とディーゼルエンジン車の性能調整のための値。黄色で色分けされた箇所の値は2014年ルマン24時間レース終了後、性能調整のために変更された。国際自動車連盟はレマンズグランドツーリングエンデュランス、プロフェッショナルレマンズグランドツーリングエンデュランス。アマチュアと5つのクラスに分割された FIA 世界耐久選手権の2014年シーズンにエントリーした31台を公表した。アウディは排気量を前年の 3.7 リットルから 4.0 リットルにアップさせたディーゼルハイブリッド車のアウディ R18E トロンクワトロでシーズンに臨んだ。カーナンバー1号車にはトム・クリステンセンとロイック・デュバルの2人の前年度タイトル保持者に新たに加入したルーカス・ディグラッシが乗り、2号車には2012年のチャンピオンのブノワ・トレルイエ、マルセル・フェスラー、アンドレ・ロッテラーが乗り、第2戦のスパ・フランコルシャン6時間レースと、第3戦のルマン24時間レースのみ3号車を走らせた。トヨタは全く新しいトヨタ TS040 ハイブリッドを投入したが、前2シーズンと同じドライバーで参戦している。TS040 ハイブリッドも前年までの車の排気量 3.4 リットルより 3.7 リットルにアップさせている。ポルシェは参戦中のエレメジットプロの選手権だけでなくトップカテゴリの LMP1H にも本シーズンよりポルシェ919ハイブリッドで参戦することになった。ガソリンハイブリッド車であることは、トヨタ TS040 ハイブリッドと同じだが、TS040 がなエンジンなのに対し、919はターボ付きエンジンである違いがある。また、919のみ、熱エネルギー改正システムがついている。ポルシェのドライバー陣は、これまでポルシェのエレメジットプロクラスで活躍していた、ワークスドライバーにレベリオンレーシングから移籍した、ニール・ジャニといった、WEC 参戦継続組に前シーズンまで、下位ドライバーだったマーク・ウェバーと GP2 に参戦していた、ブレンドン・ハートレイを加えたものになっている。新しい LMP1-L クラスは、プライベーターが、ハイブリッドシステムを搭載しなくても参戦できるように、設けたカテゴリーであり、LMP1 のプライベータートロフィー L を 2012.13 年と2度受賞しているレベリオンレーシングのような LMP1 クラスで奮闘するプライベーターを脚光に当てるものである。レベリオンレーシングは第一戦のシルバーストン6時間レースこそ前年に使用していたローラ B1260 でもって参戦するが、第2戦のスパフランコルシャン6時間レースからオレカに製作を依頼したレベリオン R1 のシャシーにトヨタから提供された V8 エンジンとのパッケージで参戦した。ポルシェワークスチームに移籍したニール・ジャニに代わって新人のファビオ・ライマーを迎え入れ、ドイツのレーシングチームコデワをバックとするロータスが LMP2 クラスから昇格してイギリスのアドバンスドエンジンリサーチ社より新しいエンジンの提供を受けた新車ロータス CLMP1-01 を開発して参戦したが、3戦目のルマン24時間レースまで車を用意できず、4戦目からの参戦となってしまった。レギュレーションの変更説で取り上げているが、当初想定されていた以上に LMP1-H クラスとの差が大きかったため、3戦目と4戦目の開催前に2度にわたって、最低車両重量を軽くすることでその差の縮小が図られている。LMP2 クラスは2013年に発表されていた2014年シーズンのエントリーリストに名を連ねていた9つのチームが実際の参戦を前にして大幅に激減する結果となった。前年2013年の LMP2 のチャンピオンチームであったオークレーシングは2014年のエントリーリストに記載されたエントリー名を G ドライブレーシングに変更した。オークレーシングは、マニファクチャラー部門であるオンロークオートモーティブの販売しているモーガン LMP2 のオペレーションに縮小し、その他の運営については、ロシアの G ドライブの関係者が引き継いで、ロシア人ドライバーのロマン・リュシノフにタイトルダッシュを全面サポートすることになった。シーズン中盤には、オンロークオートモーティブが開発したリジェ JSP2 がモーガン LMP2 に代わって使用された。ロシアのレーシングチームである SMP レーシングは AF コルセと結び、オレカとタッグを組んでヨーロピアンルマンシリーズから進出してきた。2013年 WEC の招待枠を使ってアジアンルマンシリーズから香港を活動拠点とする KCMG がオレカのシャシーを使ってエントリーした。2012年以来参戦してきたグリーブスモータースポーツは本シーズンはWEC ではなく、ヨーロピアンルマンシリーズの舞台に復帰する選択をした。ペコムレーシングは解散した。デルタ ADR とファビアン・ジローは、ミレニアムレーシングの名で合併したが、経営破綻で開幕前に2台とも撤退した。ストラッカレーシングは前年まで参戦していた LMP1 クラスから LMP2 クラス変更して、日本のコンストラクターのドームが制作した。LMP2 カーの S103 で参戦して、共に発展することを発表した。しかし、開幕前のテストで S103 の問題が発生し、その後も S103 に関する様々な問題が起きて、結局1回もレースに出走することも叶わず、シーズンは終了した。前年の参戦チームのポルシェ G、チーム満体、アストンマーティンレーシング、フェラーリ AF コルセはいずれも2台ずつ、フルシーズン戦える体制を備えていた。AF コルセでは、ジャンカルロ・フィジュケラと小林カムイの離脱をフォローするために、ダビデ・リゴンをチーム内部から正ドライバーに昇格させた。なお、AF コルセは、エレメジットアムクラスにも参戦している。フレデリック・マコビッキーは、アストン・マーティンからポルシェに移籍した。フェルナンド・レースは昇格して、世界ツーリングカー選手権チームのバンブーエンジニアリングに所属していた、ダリル・オーヤンとアレックス・マクダウォールの二人とチームを組んだ。バンブーエンジニアリングは、アストン・マーティン提携して、エレメジットプロクラスに参戦する。イギリスのプライベーターのラムレーシングは2013年のヨーロピアンルマンシリーズのエレメジットクラスのタイトル獲得後、フェラーリ車を使用して、エレメジットアムクラスと2クラス合わせて、本シーズンより参入し、エレメジットプロクラスのドライバーとして、マット・グリフィンとアルバロ・パレンテを擁して戦っていたが、ルマン24時間レースの後に WEC シリーズを撤退した。前年のエレメジットアムクラスの覇者8、スターモータースポーツは、パオロ・ルベルティとジャンルカ・ロダをオーナーのエンツォ・ポトリッチオのパートナードライバーとして、プロトンコンペティションより引き抜いた。ラムレーシングのエレメジットアムチームもまた、ルマン24時間レースの後に WEC シリーズを撤退した。AF コルセと8スターモータースポーツ、ラムレーシングの3チームがフェラーリ458、イタリア GT2 を使用している。プロトンコンペティションは、使用するポルシェ911を、新しい2013年仕様のポルシェ 911RSR にモデルチェンジし、新規参入のプロスピードコンペティションも、同モデルを使用することになった。前年チームランキング2位だった、アストン・マーティン・レーシングも2台での参戦体制を維持した。ルビー・オン・レールズの作者で有名なプログラマーの、デイビッド・ハイネマイヤー・ハンソンはそのうちの1台をオールデンマーク人組とした。クローオンレーシングは本シーズンは参戦せず、ユナイテッド・スポーツ・カー・チャンピオンシップに参戦している。一方、イムサ・パフォーマンス・マッド・ムートはヨーロピアン・ルマンシリーズへ参戦している。また、2012年のエレメジット・アムの覇者ラルブル・コンペティションもヨーロピアン・ルマンシリーズの LMP2 クラスに参戦する。ラルブルコンペティションは、ルマン24時間レースのような WEC のレースに参戦しようとしていたが、後に、その計画は頓挫した。世界耐久選手権にエントリーした上位ドライバーを以下に記載する。選手権ドライバーよりも上位でフィニッシュした招待エントリードライバーは、個々のレースの項目を参照のこと。選手権ポイントを獲得するには優勝者の走行距離の 70% 以上を走行しなければならない。各カテゴリーのポールポジション獲得ドライバー及びチームにはボーナスポイント1が与えられる。ルマン24時間レースではすべてのポイントが2倍になる。さらに一つのレースが成立するためには最低でもグリーンフラッグでドライバー同士が争うことのできる状況下が完全に3周以上に渡ってなければならない。2014年シーズンはドライバーに5つのタイトルが与えられる。世界選手権タイトルは LMP1 と LMP2 に与えられる。世界耐久カップはエレメジットに与えられる。3つの FIA 耐久トロフィーは LMP1L と LMP2 とエレメジットアムに与えられる。ドライバーズ選手権、アンソニー・デビッドソンとセバスチャン・ブレミが、バーレーン6時間レースで、ドライバーズタイトルを獲得した。GT クラスのドライバーズ世界耐久カップ LMP1 プライベーターチームに所属する、ドライバーズトロフィー LMP2、耐久ドライバーズトロフィーエレメジット、アム耐久ドライバーズトロフィー2つの、マニファクチャラーズタイトルが、スポーツプロトタイプ及び GT に与えられる。世界選手権タイトルは LMP1 に与えられ、各レースにおいて各マニファクチャラー最上位の車両にのみポイントが与えられる。世界耐久カップはエレメジットプロとエレメジットアムに与えられ、各レースにおいて各マニファクチャラー上位2台にポイントが与えられる。マニファクチャラーズ選手権 GT クラスのマニファクチャラーズ世界耐久カップ LMP1H クラスを除くカテゴリーに属するそれぞれのチームは、該当クラスでの FIA 耐久トロフィーを争う資格がある。チーム内で同じ使用車種を使い参戦していても、車ごとに分けてポイントを計算し、その獲得したポイントの合計をもって争う。LMP1 プライベーターチームズトロフィー LMP2 チームズトロフィーエレメジットプロチームズトロフィーエレメジットアムチームズトロフィー2012年2013年シーズンにおけるアウディ vs トヨタの2大ワークス対決の構図の中にかつてルマン24時間レースで歴代最多の16勝を挙げるなどして耐久王と称されたポルシェが本シーズンより参戦したことにより大きな注目を集めた。特に前年まで下位1を走って通算9勝を挙げたマーク・ウェバーがポルシェチームに所属して WEC に参戦したことは話題を呼び WEC の人気を大いに高める結果となった。ありがとうございます。